でもいいよね、はい、こういうので外すも全然ありますね。上がらないつもりだったら外した方がいいかもしれないですけど、うん、チーソーが出た、これを園田がポンしました、はい、ペッペーから続きましてトン3曲中島の親番ドラマなんです。トップ取らないと、はい、ここでトップ取らないと、ね、ここで1ゲーム目3着以下だともうダメですね。もう、はい、そうですね、3着以下だともうダメ、3着以下だとでもダメですね、うん、ダメですよね、はい、2着でギリギリ最悪が2着ってことですか、ま、そうそうそう、2着の後3連勝でいいんで、はい、2着でももうほぼ無理ですけどね。ちなみにあ、いいシャンテンだ、刺し、あ、すごい平賀の手がいいぞ、すごい手じゃなかったです今、まあ、斉藤もいいが平賀ですね。ただあれ、はい、3色刺し子になりにくい、そうですね、1,2,3,4,5 でしたね、そうです。どっちかっていうと単葉にしたいんだろうな平賀は。いい層も切って、うん、そうですね、これでいいんじゃないですか、なったぞ、はい、これで一旦なりましたね、闇手にしておいてリーチするんじゃ今ね、天杯天杯勘違いはんですけど、うん、しませんでした、しませんでしたね、はい、平賀さん結構ああいうの打つイメージありますけど、チーは残り2枚、これ黙ってる間に上がるんですか、ね、上がんないでしょ、単葉です、ないですね、やっぱり上見てるんで、1300で曲を上がりたくないですよね、早めに流したくはないでしょうね、うん、積もってしまった場合はフリテンリーチすると、それは打つと思います、はい、あとはこういうので、でもいいよね、はい、こういうので外すも全然ありますね。上がらないつもりだったら外した方がいいかもしれないですけど、チーソーが出た、これを園田がポンしました、はい、イペコーから泣いていくっていうね、はいですね、園田らしい仕掛け方です、うん、一番いいとこだもんね、そうですね、あの泣いた後ポンポンしやすい、はい、8球が出やすくなるってことですね。お前イペコー泣いたのみたいな、すごいですよ ね、 でもね、そんな人あんまりいないんだけど、はい、これパワーそう出ますね、ああ出ない、まだ、あ出ない、まだドラから、ドラからもう今のうちですね、味見をしたわけですね、はい、味見っていうのはの手のどれくらいなのかと、あそうですね、まあ、は何点ぐらいなのかと、あれで何本されたらパーソンも切らないっていう、はい、そういう作戦ですよ、ね、あなるほど、どこかで踏み切ることはあるんでしょうか平賀、どうですかね、リャンピアンコになりました、チーピンか、粘って、そうだな、うん、こういうところが斉藤の良さなんですね、すごい渋いですね、そういうところがね渋くてね好きだな、ハズが重なりましたこういう打ち方好きなんですよね、すごいあの映えるわけではないんですが、うん、繊細にそう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 ちゃんとこう関わってますよね、そうですね、斉藤は多分今 A リーグで一番絞ることが多い、絞る系ジャンシー、ね、絞る系というか、うん、抑え気味にね、そうですね、抑制の効いた打ち方しますよね、はい、どうする、パーソン切るか、E ピン切るか、安全牌なんですよね、E ピン、そうなんですよ、しかも3色もちょっと考えたりするのかなってなると、よりパーソンいらないじゃないですか、うん、そうですね、普通の打ち手ならもうノータイムでパーソンですけどね、そうですね、少し様子を伺いながら切ったパーソン、これも園田が仕掛けていきます、ペイが出たの嫌なんですよね、斉藤にすれば、その他からね、うん、安全牌の、はい、安全牌のペイ打つってことはブラフの仕掛けじゃないし、そうなんですよね、はい、本手が入ってるなっていう感じですよね、ですね、最高で鎮逸と思った方がいいんですか、そうですね、まあ、最高だけど、まあ、最高はそうなんですけど、とりあえず初が出た、これもポンだ、これは結構もう平川黙ってられないね、リーチ来ますね、そうだ、イシャンテン、あ、そうですね、来ます、これで来るんですか、これで来ますよ、だって2人で積もればいいんだもん、7万一緒に仲良くそうそうそう C1 を掘ろうと、はい、平川さん考えそうですね、え、ここがリーチのタイミングになるんでしょうか、実際の判断気になりますね、ああ中島我慢しましたね、何切らない、うん、ここで何切らないってことはもう多分ずっと、お、曲げない、お、曲げはしない、ね、これ大人になったってことなんですか十分大きいですけど、急走ポンしますよね、ポンすると思います、ポンして裸短期、あれね、ロソ短期出ますといいんだよね、イーソって、なんでですか、裸、なんでですか、まあ、同じ想定外だもん、
想定外っていうのもあるし、まあ地層4枚見えてるんで、はい、同じなんですよね、イーソー短期とロー層短期でほぼ。なるほどなるほど、確かにどちらももう端っこですもんね、はい、あ慎重ですね、 かなりあのもうもう引き撤退するかも。そうですね、はい、親だけどここは、うん、我慢しましたね。チートイツで粘れればってとこでしょうね。さあ本日は最終節をお届けしています。5人打ちですのでポイントが一番ある選手から抜け番ということなので、1戦目は近藤が抜け番です。これもうリアンソもサンソも打てない手なんで、どうやってやめようかっていう感じですよね。まあ統一手で、統一手にしましたね、少し引き気味に。それだけこの見えてるだけでもトイトイに打ってもこれはもう罪だと。あと3900打っても一色でも、まあ、あ3900もダメだと、うん、そうですね、はい、まあ単ヤオがね決まってない形なので自然といえば自然ですよね。この人は止まらないですよね、はい、テンパってますからねナチュラルに大いいそうですよ、はい、もうこれで考えもしなかったですね斉藤とあれですか、中島は平賀さんってことですか。急須引きましたね、ここでいいそうにしましたね、まあ、はい、これはまあそうですね、いいそうを切ってローソー短期トイトイになりました。園田一応リアンシャンテン一応9PX か粘って、そうですね、チートイツ数アンコーまでは狙う、6万打つ人もいますけどね。あ9ピン白ナンはもう切る気がない、うん、全くない、ソーズも切る気がない、ね、ですから、はい、チートイツでしのぐしかない。そうですね、2種類あったら9ピンの方が普通ですけど、まあ、ちょっと数アンコー目をね、うん、あんこったら行くかもしれないですね。ああ、ほら、待って、ハコ本当だ。すごいもう綺麗に切ってきますもんね。はい、ね、悩みなく。そんな勘違いはまだ残り2枚います。そして老僧は残りこちらも2枚あると。これで数ピンですか。あ、こっちね、まだ閉じて。まあ、平賀さんからリーチ来るまでは。みたいな感じなんですかね。危ないものからなんか。これでリアンピン短期しないんだ。しない。はあ、はあ、打点は下げない。バレちゃう。下げなかったですね。次にリアンピン手出しするとバレちゃうからね。うん。これで親としても戦えるかな、まだ。そうですね。あ、ローソー。酸素は切らないな。これは変えないと。いやー、パワー切るかな。ローソー切った。そのまま切った。園田の上がりが決まりました。本日初トイトイ これはそのままローソー行ったんですね。平賀行きましたね。トイトイでローソーは当たらないだろうっていうね、パーソーチーソーでさっきのイーペイコーロンで最後手出しが言いそうで、そうだから当たってサブローソーなら3900払うっていう感じの、はい、もうまさにそんな感じだと思います。振り込み方でしたね、はい、そしたらトイトイだったと。なんだよそれって思ったと思いますよ。なるほど。マージャンスリアルチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルの、リンクを貼ってございますので、そちらもぜひご覧ください。